はいどうも、風間優里と申します。今回は皆様に謝らなければいけないことがあります。ダーククロニクルの録画ミスをしてしまいました。本当に申し訳ありません。ミスした部分がよりにもよってイベントムービーが流れるところだったんですね。なぜ今回なんで今回に限ってと思いましたよ。いや、最近のダーククロニクルってそのイベントムービー流れなかったじゃないですか。私の戦闘してるところとかジオラマいじったりとか、そういうところばっかりだったじゃないですか。よりにもよって今回イベントムービーが流れてしまったんです。ひどいと思いませんか？私何か悪いことしたんでしょうかね。いや、本当に申し訳ありません。実際録画はしてって、動画としてもファイルは保存できたはずなんです。で、その録画をした後にいざ編集しようと思って、それで録画した動画を開いてみようとしたら開けませんって表示されて、録画してた時に確かにその一回止まってしまったんですよ、録画ソフトが。データの領域が足りないため録画に失敗しましたみたいな表示がされて、えって。その時はその今止まったところまでしか撮れてないのかなと思って、私は再起動してそのまま撮り続けたんです。そしていざね、編集しようと思って取り掛かったら、ファイルがちゃんと保存されていませんでした。なので、動画として使えないんですよね。いや、本当に申し訳ない。30分ぐらい録画してたのかな。で、30分のうちの20分ぐらいが残ってなくて、残り10分だけはなんとかちゃんと撮れてましたね。いやー、ちょっとうちのパソコンちゃんを舐めてました。ちょっと無理をさせすぎましたね。全部私が悪いです。はい本当に申し訳ない。楽しみにしてくださっていた方もいらっしゃると思うんですが、本当に申し訳ない。まさかこんなことになるとは。で、どうにか動画として残せないかと思い、まあ最初からもう一度やり直すのも考えたんですけど、あまりにも時間がかかると思ったので、今回ちょっとパラパラ漫画というか、パラパラ漫画とは違うな、絵本のような動画にしようと思って、その場面を切り抜きしてつなげて動画にしようと思いました。なので、その分かりにくい部分もあるかもしれませんが、なんとかね、その皆さんに伝わるように、私も解説のような説明を兼ねて動画をお送りしようと思います。では行ってみましょうか。まずは今回行こうと思っていたヨルダの谷に行ってみました。そしたら大きな木が立っていたんですね。この木何の木、気になる木、ヨルダの木という古代から何千年も続いている神木だそうです。で、ここまで来たんですけど、リンが心配だからこれ以上進むのはやめておこうということになりまして、一度天秤谷に戻りました。
そしてここでジオストーンをダウンロードして、納屋とポスト、洗濯物が作れるようになり、ブルーの神父パトリが住んでいることが明らかになりました。あと未来に武器や出現というのが明らかになりましたね。そして教会にブルーの神父を永住させ、ここはローザおばあちゃんの家の近くで、この空き家にパトリを住まわせようと思ったんですが、彼は紫色の屋根がいいというので屋根を紫色に塗りました。そしたら無事パトリを永住させることができましたね。恋人とは離れ離れです。私に罪はありません。完成度を確認したら 70% になっていたので、一度未来に行ってみました。ラオチャオ飯店が出来上がってましたね。いや、立派な門構えです。中に入ると中華料理が並んでいるお店で、肉まんとかチキンとか並んでましたね。私、肉の皮とか脂身が苦手なので、ささみなら好きなんですけど。で、ラオチャオさんに声をかけ、この人がラオチャオさんですね。鼻からヒゲが生えてるんですけど、毎日洗ってるんですかね。大変そう。実は重い病気にかかっている友達がいるという説明をして、奇跡の料理を作ってくれないかとお願いしたんですけど、その奇跡の料理を作るには特別な材料がいるということで、その材料というのが白き風の花。これがこの時代、100年後の未来ではもう絶滅しているらしいんですね。昔はということは、100年前のヨリスの時代にはあるということで、もしかしたらステラ渓谷にあるかもしれないということで、2人は一度過去に戻り探しに行くという展開になりました。そして過去に戻ってきて、一度フクロウさんに話しかけたんですね。そしたら白き風の花の存在を知ってましたね。耳が早すぎる。未来で手に入れたエメラルドをマグロに合成しました。いい養分になりましたよ。ほんとボスの谷に次行ってみました。そしたらコンドルさんが目の前に現れて、なぜかね、警戒されてるんですよね。今まで肉を引き換えにダンジョンの行き来をお願いしてたのに。コンドルさんに白き風の花を知ってるか聞いたら、知らないと言われてしまって、こんなに落ち込んでます。ユリスがすごい落ち込んでますね。空からだったら見つかりやすいから手伝ってほしいってお願いしたんですけど、私はそれどころじゃないんだよと断られてしまいました。コンドルさんの巣の中に可愛い坊やたちがいるんですけど、あの青い歪みが邪魔で餌があげられないということで、でモニカはこの存在を知ってました。時空の歪みというらしいです。あれはグリフォンが時の流れを乱したことで歪んでしまった時空から発生した時空の歪み。どうしたら消せるの？というユリスの純粋な疑問。時空の歪みがあれば必ずその歪みからこぼれ落ちた欠片が存在するらしくて、その欠片を探してあの青い歪みにぶつければ消すことができる。コンドルさんは消してほしいということで、それを条件に手伝ってもらうという約束を交わしました。でこのエイリア学園のサッカーボールみたいなやつが時空の欠片、別名スフィアと呼ばれてます。手で触ることできないんですね。で何か長い棒のようなもので打って飛ばす、それで歪みにぶつければ消えるというルールですね。欠片をショットするには何か棒状のようなものが必要ということで、木の棒を拾ってきました。その木の棒で打つのがショットと呼ばれる。でこの時空の欠片、つまりスフィアは一度どこかにぶつけると色が変わる。青なら赤に、赤なら青に。同じ色同士だと弾かれてしまうんですね。
歪みが合うなら赤のスフィアを当てないと消すことができない。さっきの歪みの色が青い色だったので、この落ちていたスフィア、歪みのかけらを赤色にして最後ぶつけなければいけないということですね。で、そのショットする回数は決まっているので、その回数の中でクリアしなければいけない。で、このミニゲームなんですけど、スピーダという名前で大人気ですね。ではここから残り10分の動画が残っているので、私の苦戦している姿をお楽しみください。じゃあこっちに打ってみる。今回っていうか今度は、あー怖い、ちょっとね、ちょっとこの辺、ほい、あ強い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 、わかったぞ、これでバックスピンをかければいいんだ。こっちだね、こっちに打てばいいんだね。よし、わかってきたぞ。一番てっぺんでいいか。これでこのぐらいにして、ほい、ぴったり、最高、ナイスショット。あ、やべ、弱くね。どうだろうどうだろう、届くかな、こっから。あったあった、どうですか、どこ。あれ、なんか星マークついてる。あんなおしゃれな、こじゃれたものがあったのか。待って、どこだよどこだよ。今回も失敗じゃんか、これ。いいや、星めがけて打とうぜ。見えたな、なんか見えたな、今。はあ、もう一回やります、もう一回やります。ちょっとできるまでやろうよ。はいはい、音符にすんのは上手くなったな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。え、ちょ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 、バックスピンかけてんだけど。もっと弱めね、オッケー。やべえな、最初からこれってやばくない。真ん中ぐらい、ちょっと強いか、どう。あ、なんか優しい音。あそんなに進んでないよ。あそこってコースアウトになるんだ、バンカーみたいな。よし、じゃあもう最後なんで、もう思いっきり打ちます。どこ行くんだろうこれで。もう分かったよ、もう分かったよ。ちょっとできるまでやらせて、マジで。ここでさ、ここでダメだったらもうダンジョンでできないもん。おい、いいんじゃない、こんくらいじゃない、どう、弱いか弱いか。うわ、むずいな、こんな難しかったっけ。この辺強い強い、いい感じ、ナイスショットではあるけど、どうどう、止まって止まって、ねえお願い止まって。はあ、もしかして左じゃダメ、もしかして。ちょっと試しに右に、どうこれで。あー、あ、いいのか、あれでいいのか、残念。ちょっと右説が出てきましたね。行ってみよう、強いかな。ヘイヘイ、どう、あー、やばい、コースアウトになりそう。あ、いいよいいよいいよ、いいんじゃない。あっちからもうちょっと手前に打っていけんじゃない。
そうそうそう、この辺この辺よ、ちょこっと、うんと真ん中ぐらいでいいかな。あ、強いかな、強いかな、頑張れ頑張れ。あ、いいよ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 、いい感じだよ、赤になってよあー、いい場所に来たのに青ですよ、青青青青、見えないし。バウンド、バウンドさせるしかないか、弾かれるから。どうやっていけるかな。ちょっと横に、その吸収能力はあるんですよ、ちょこっとね。上に当てるってことできないかな。ちょっと待ってね、自分視点で見たい。違う違う、こっちこっちこっち向いて。あーの穴ぼこの中、奥まで行っちゃうかな。あーむずい、はあ、上狙う、上狙うか、この辺狙うか。いけ、もう全速力だ、全速力、全力だ、速力は関係ない。帰ってきた帰ってきた帰ってきた。もうもうやめたい、もうやめたい待って、どうすりゃいいんだ。とりあえず向こうに打つやろ。ほい、いけ、全力だ、全力ショットだ。なんで、なんでこんないじめられんのなんでそこの手前に、手前に、ほい、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、どう、いける。あ、皆さん見てください、日が暮れました日が暮れましたよなんでよ、なんで日が暮れちゃうんです。あー、なんか超ギリギリ。あ、でもいいよ、いいんじゃない。あ、いいよ、あ、赤だし最高、決まった。いや、いけるいける、絶対いける、これいや、見えねえ嘘でしょ、見えないんだけど、こんなことあるどこだよここで弾かれるでしょ。ユリス、自分を信じろ、行くぜ。危ねえ、赤ラインじゃない、恐れたことが起きた。あ、やばい、これバグだやべえ、反応しない、どこに止まった、うわー。皆さん、実は隠していたんですが、このゲームバグが多いんですあー、ダメだった、いけると思ったのに。モニカ姉さん、もしかして諦めるの？はい。もうユリス下手くそなんだから、私に貸してみて。お、モニカさんやってくれる？スフィーダはこうするの。見てて。はい先生。いや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 。は？すごいよモニカ。モニカさ、なんか不謹慎だ、スポーツなんて呼ぶのは不謹慎だとか言ってたけど、絶対遊んでたでしょ。うわあ、私が十何回も頑張ったのに、あんな簡単に。そのための星マーク、もしかしてあれ、あそこにぶつけてれば弾かれて綺麗に決まったのか。感謝するよ、なんて礼
うわー、やり直して。本当にありがとうよ。あー、ん？ん？これ、この花を咲かしてたんだ。あ、そっかそっか、おばあちゃんの頭に生えてたんだっけ、そういえば。白き風の花を手に入れた。くそー、悔しい、マジ悔しい。こんな花が私の頭に生えてたなんて驚きだね。もう花のことなんか考えらんないんだけど。あんたたちのおかげで子供たちも無事だったことだしね。あんたたちっていうかモニカのおかげな。ユリス何もできんかった。サンキュー、コンドルさん。じゃあ私は行くよ。なんでユリスそんな元気なんだよ。私めちゃくちゃ落ち込んでんのに。変な穴みたいなのが消えたところにこんなものが落ちてたんだよ。何？邪魔だからあんたたちにやるよ。いいもの？あ、スフィーダのクラブターキーを手に入れた。それじゃあね。じゃあね、コンドルさん。うわー、悔しい。もう一回行ってできないかな。いや、もう一回消えちゃったもんね。できないよな。そうだよな。うわー、悔しい、悔しいよコンドルさん、悔しい。情けねー、情けねーよ。くそーくそーくそー、情けねー。あー、じゃあ怒りを抑えきれない私ですが、怒りというより悲しみというか悔しさというか恥ずかしさというか、うわー、あの星マーク、そういう意味だったんだ。おしゃれとか言ってさ。おしゃれじゃねえよ、狙えよ、気づけよ、どんか。はい、ではこのスピードの借りはダンジョンでの本番での本領を発揮してみせます。あんまりハードル上げたくないけど、こんなに恥ずかしい思いしたらなね、本番はちゃんと頑張んないとな。ダンジョンのスフィーダは本当に一回きりなので、さっきみたいにモニカにもう一回やるとか聞いてくれないですよ。一度きりのスフィーダです。はい、ではこの寂しいユリスの背中を眺めてお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。さよなら。